カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアルダニマチの可能性を追求するために配信している番組です。はい、ということでですね、今日はですね、皆さん今どこにいますか。はい、11月25日ですよ。どこにいますか。はい、僕たちは多分シーマミヤにいると思うんですが、はい、はい、とりあえずまずはですね、はい、今日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんの日です。はい、はい、本日は OL の日です。どう、はい、うん、1963年昭和38年の11月25日初めて OL という言葉が女性週刊誌女性自身11月25日号に載りました。以前は職場で働く女性のことを BG、うん、ビジネスガールと呼んでいましたが、この言葉がアメリカの隠語で商売女とか娼婦という意味があることが分かり、1963年9月12日に NHK が放送禁止用語としました。はい、それに代わる言葉を女性自身が募集し、OL、オフィスレディという言葉に決まり、この公募結果が1963年11月25日発売号に掲載されました。はい、なるほど、そんな歴史があったのね。すごい。 BG 普通に OL って言ってますね。言うてるよ。生まれる前からあったの。あ、そっか。ほんまにほんまに63年。なんかすごいね、なんかそんな古い歴史があったのね。なんかナウイですね。お前狙ってた、それだいぶ狙ってたやろお前。自然と出ました。あ、本当、うん、はい、なんか俺 BG っつったらもうあの、キムタクのドラマのボディーガードの BG やけどね。俺の中ではね、はい、まあそんなことはどうでもいいですけど、はい、はい、じゃあもう一つは、はい、もう一つは、はい、ドラゴン映画祭。そうだよ、そうですよ。皆さん今どこにいるんですか。これもうあの別に今ナウで見んでいいから。もう始まってますよ。始まってる、始まってる、始まってる。もう朝9時から始まってるからね、もうね。はい、そうなんですよ。もう今日はですね、まあ新今宮駅、 JR の新今宮駅、あるいは地下鉄の動物園前駅の方からですね、徒歩3分ぐらいのところにあります、スペースハウスっていうね、はい、西成の、まあ、大使の交差点のすぐ近くです、はい、にありますスペースハウスでですね、一棟丸々借りて1階から5階まで使って、はい、ね、やるという、イベントをやっております。このドラゴン映画祭、なんと今年で最後ですからね、はい、はい、第8回、ドラゴン映画祭2023アット西成、スペースハウスということですので、ぜひぜひ来ていただいて、今日あのチラシあれば、当日券4000円が3500円になりますね。はい、はい、はい、になりますので、もう今日はね残念ながらもうあの、ね、予約してももう遅いですから、はい、はい、できなくなってますので、当日券購入してた感じになっておりますけども、はい、3500、まあ、4000円かもしくは3500円で、ご覧いただけますので、はい、ぜひ来ていただいて、しかも22作品ですよ。はい、はい、昨日2つ終わってるんで、そうですね、はい、あと20作品、はい、はい、20作品をもう厳選してますから、はい、はい、それを見ていただけますので、ぜひぜひご覧いただきたいなと思って、はい、お待ちしております。なんとね、ここもね、あれなんですよね、このスペースハウスの3階に、3階があのなんとですね、マテリアルが出張してるという、はい、まんま行ってます。いや、まんま行ってます。本当にこの椅子から、はい、このね、あのプロジェクターから、もう全部スピーカーからもう全部行ってて、はい、もうマテリアルがその場に再現されてるぐらいの勢いなので、はい、あのマテリアルにいつもお越しいただいてる方も、うん、何の違和感もなく入ってないけど。かな、かな、うん、あ、なんか私たちがいないもん。あ、そうか、3階にはね、1階にいるんで、はい、まあ1階にはいますから、はい、あのとりあえず、マテリアルやって思って入ってもらって、はい、でそっからちょっとあの、でもちょうどほらあの細い階段上がってくのもよう似てるやん。あですよね、はい、上に上がって倍ぐらい上がるんだけどね、はい、はい、はい、そうなんです、階段をね上がって、ごめんなさい、あの5階までもう全部階段で移動する形になってますんで、はい、階段で上がっていただければです、ね、いい運動になります、ね、なります、はい、はい、それで3階と4階と、まあ、1階とスクリーンがありますんで、はい、はい、
ぜひ楽しんでいただければ。で、5階がね、今回のあれなんですよね、リュウジの、はい、映画リュウジの、ね、記念展示をやってます、ね、はい、なかなか見れない、うん、なんか衣装やら何やらいろんなものがね、うん、登場してるらしいので、うん、ぜひそちらの方もですね、うん、ゆっくりご覧になっていただけると思いますし、おそらく上映とそのトークの時間外であれば、ひょっとすると川島徹監督も、ね、うん、そちらの方にいらっしゃって、うん、ファンの方と交流されたりってこともあると思いますので、うん、ぜひファンの方、来ていただければなと思ってます。はい、ということで、はい、今日はですね、もう何やったらこれも見てる最中でも構わないんですけど、うんうん、とりあえず、新間宮の方へ、あるいは動物園前の方へ来ていただければ、スペースハウスでやってますんで、ぜひご覧ください。明日もですよ。はい、今日と明日やっております、はい、よろしくお願いします。はい、避難の日は以上です。はい、はい、はいはい、ということですね、今日の、このプレゼンありかなしかなんですけども、はい、今日もですね、映画監督にインタビューさせていただきました。で、映画がですね、映画シンデレラガール、という映画でして、監督がですね、緒方貴臣監督、という監督になります。で、この作品がなんとですね、榎本さくら君、はい、はい、トモルにもね出演していただいたんですけど、うん、榎本さくら君がプロデューサーなんですよ。たくさんされてますよね、はい、いろんな作品今ね、コリアとかいろいろね、やってますけども、うん、はい、今回のこのシンデレラガールも榎本さくら君が、プロデューサーやっておりまして、はい、でこれがね、もう本当にね、主演の、女優さんが、すごい数のオーディションの中から選ばれた方なんですけど、素晴らしかったです。はい、ということで、どういう作品なのかは詳しくは、予告編とインタビューをぜひご覧ください。はい、ということで、このプレゼンありかなしかスタート。あの子確か義足を売りにした子ですよ。小田さんの右足首の痛みの原因は骨肉腫です。治療法とすればこちらから切断をする。なんであの子があんなあの子の人生どうしたらいいの。佐々木がさ、頑張ってる姿見てさ、マジで頑張ろうって思ったよ。すっごく感動して泣いちゃった。私もほんと号泣、とても勇気もらった。ああ、シンデレラちゃんね。最近足を出されてませんよね。何か理由でも。義足を障害の象徴ではなく個性と捉えてほしいと思ってるんです。あれ、音羽じゃなくない？義足のモデル決まった。ファッションショー。全然分かんなかった。頑張って。すごい大人になったね。障害者で目立つからですか。音羽世界疲れて目立つことも重要です。父ちゃんの気持ちも考えていいんじゃないですか。やばくね、マジで。これも運命なんだと思う。はい、ということですね、今日はですね、映画シンデレラガールの緒方貴臣監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはですね、監督からこの作品について簡単にご説明をお願いいたします。簡単に説明をそうですね、まあ、シンデレラガールという、まあ、そこからはイメージするものとはちょっと違った作品かとは思うんですけど、もう一人の主人公が自分の力でこう突き進んでいくっていう、まあ、ストーリーになってます。で、もうあらすじとかにも入ってるから言っちゃいますけど、まあ、ある一人の女の子、まあ、障害を持ってます。片足がないです。で、ただその片足がない、その、まあ、いわゆる障害者の女の子を障害者として描いてない、うん、作品になっています、はい。いわゆる、まあ、感動するお涙頂戴ではない作品です、ね。はい、なるほど、なるほど。はい。はい、まあ、そうですね、そういう作品になってたかと思います。この作品作ったきっかけのお話ってあるんですよね。それちょっと紹介していただけるとなと思うんですけど。はい、そうですね、まあ、本当偶然だったんですけど、SNS で外国人の女性の方が義足でこう、かっこよく歩いている写真をこう、たまたま見て、でそこでかっこいいなって
もう一瞬でこう心をこう持ってかれたんですね。うん、で、それまで、その義足といえば、自分の身体をこう補助するような、うん、まあ、もう医療用の器具っていうイメージしかなかったんですね。まあ、それがファッションの、まあ、アイテムになりうる。うん、ましてや、それがすごいかっこよくて、なんか本当にこれつけたいなってちょっと思っちゃったんですね。それぐらいかっこよくて。で、なんか、じゃあなんでそんな思ったのかなと思ったら、僕の中にやっぱりその、義足は、その、とかは医療のもので、ね、かっこよくなるわけがないっていう、ちょっと思い込みがあったなって思い、で、いろいろ調べると、海外にはすごいかっこいい義足たくさんあって、なんか自分の世界がそのすごい広がったん で、それだったらそれが作ってみたい、と思って始めたのが、まあちょっときっかけないです。この、お話がですね、最初の、まあ、約十何分、もう先に言っちゃうとどうかなと思うんですけど、ドラマがあるんですよ。で、そこで主人公の、女の子がやってる歩き方とか、あるいはあの靴の脱ぎ履きっていうのがある、脱いだり履いたりっていうのがあるんですけど、これがすごく見てて、あれ、義足の人ってこんなやり方するっけなみたいな感じで見えてるのか、本ちゃんの主人公、もうこれね、あのすごくあの言い方が難しいんですけど、本ちゃんの主人公というか、イレイさんがやった場合、あのちゃんと、あ、なるほど、義足の人ってこういう履き方するよねっていう履き方になってるんですよ。この違いがね、あの、まあ、実はこの作品のヒントにはなってるんですが、はい、すごいね、あの僕はリアリティがあってすごいなと思ったんですね。だから僕は割とその脱ぎ履きの違いだけですごい僕は感動してた部分があってですねのこの作品すげえシュールやなと思いながら、はい、最後まで見させていただいたんですけども、でもあの監督自身は別にこれあの義足の話をしたかったわけではないんですよね。まあそうですね、まあ、最初に、ね、あの説明した通り、義足、もちろん主人公のね、まあ、一つの個性として義足というものはあるんですけど、それが全てじゃないので義足だけの映画にはしてないですね。僕も見ててずっと思ったのはやっぱりその、義足云々ということよりもむしろその周りの方がそこに注目しすぎていて、あ、そうですね、うん、だから主人公はむしろそこをちょっと、うん、あのイラッとしてる時もあればその、そうですね、あのいや私はそうじゃないっていう、いや別にそれは、うん、あの逆に言うと義足を別にその隠す必要もないみたいなふうには思ってるんだけれども、なんか隠さなきゃいけないみたいな雰囲気があったり、あのそういうところが主人公に降りかかってきたのを主人公がどういうふうにあの対応してるかっていうところがこの作品のポイントになってるんだろうなと思って見てたんですけど、いやそう本当あのその通りで、まあそのね、はい、あのモデルをあの業をやってる時のマネージャーだったり、はいはいはい、まあ、お母さんだったり看護師だったり、うん、まあ、クラスメートだったり、うん、みんなやっぱりその主人公オトハの、うん、あのまあ、やっぱ身体的なその、まあ、義足っていうところをすごいこう、うん、気にしてるわけじゃないですか。でもちろんその、ね、足がないのは事実なのでそこに対して心配するのはもちろんだとは思うんですけど、うん、過度な心配とかいうのもやっぱり、うん、あって、うん、そこをむしろ彼女はちょっとこう そこに対してちょっと不自由に思ってるところは、そうなんですよね、あの自分の思いとその周りの思いっていうのがちょっと乖離してるっていうところが、うん、あのこの作品のポイントで、でかつ彼女はそれに対してどういうふうに自分で決めて歩いていくのかっていうところが、はい、まあ、最終的にもポイントになってくるっていう、はい、その周りはね、すんごい腫れ物に触ろうとしてたり、そういうところが実はこの作品あのすごくしっかりと描かれているんですけれども、しかもその本人のいる前でのそういう場面もあればいないところでの、はい、話もあったりとかで、はいはい、まあまあまあそこがすごくリアリティがあるんだろうなと思って見てはいたんですけど、やっぱこれ相当あれですよね、その、あの取材をされたというか、そうですね、プロデューサーの方もね、実際その、まあ、車椅子ではあるけれども、うん、まあ、障害持っていらっしゃる方がプロデューサーに入ってらっしゃったりとか。あ、そうですね、はいはい、森山さん、まあ、森山さんにはかなりあの相談をしてまして、はい、でやはりその僕がやっぱり当事者の気持ちはわからないわけですね。ほんで書いたもの、まあ、例えばセリフの中に、うん、これはちょっとこう良くない、うんうん、これは言ったら良くないよっていうものがあれば指摘していただいて、
でそこで修正するっていうものもありましたし、うんうんうん、まあ、その義足の、で活動されてるモデルの方だったり、はい、実際にこの生活されてる方は複数に、まあ5人ですかね、うん、5人ほど取材させていただいてます。はいはいはい、はい、これ実際その主人公のその役されたイレイさんは、その彼女たちには会われたりとかされてるんですか？はい、そうです、会ってます。まあ、全てではないんですけど、うんうん、一部の方には直接お会いして、うん、で、まあ、義足の着脱してる仕方とか、うんうん、歩行の仕方とか、そういったものを、ま、もう間近で見せていただいて、はいはい、もちろん靴の履き方とかも、うん、はい、ですよね。いやもう本当ね、あれ絶妙すぎて、俺もうそこに釘付けになってましたからね、義足の方の足の上履きは綺麗に履いてるのに、ダマ足の方の義足じゃない方の足はかかと踏んでそのまま歩いていくっていうのを見たときめちゃくちゃリアリティあるなと思ったんで、もうぜひそこは皆さんにも見ていただきたいなと思うんですけどね。そうですね、だからそこすごい本当に嬉しくて、はい、この映画ってストーリーで表現してるわけではなく、うん、まあそのね、冒頭の、まあ、パートと、うん、その後半のパートの対比によって、はい、その違いですね、はい、違いが結構重要になってくるんで、うんうん、そこに気づけば多分よりこの作品をこう楽しめる、うん、クリアになってますね。いやいや、うん、と思います。僕もだからこの違いすげーと思いながら見てたんで、はい、はい、はい、見てるとそのね、撮影の仕方も変えてるし、うんうんうん、音楽の使い方、はい、ね、あと演技もちょっと変えてるんですね。いや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 、違うと思いますよ。違うと思いますよ。はい、だいぶ違うと思います。はい、その冒頭のパートで、多分ね、はい、涙する人はいるんですよ。うん、だといいですね。はい、いや、僕も涙しましたけど、正直言って。はいはい、だけど、その後半のパートに入って、あ、そうか、そういうことが、そういうことだったんだっていう仕掛けがね、この作品の中にあるので、うん、まあ、その仕掛けをまた皆さんも、楽しみつつ見ていただければなと思うんですが、そろそろお時間になりましたので、うん、監督から最後にですね、見てらっしゃる皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、まあ、映画の見どころもいくつもあるんですけど、まあ、先ほどちょっとね、指摘していただいたように、そのまあ、ちょっとしたその仕草の違いとかが結構この映画では重要なポイントになります。で、それをまあ演技で表現した、まあ、イレイさん、ね、うん、当時、撮影当時16歳なんですよ。すげえな。16とは思えない。でも、彼女ってまあそのオーディションで今回選ばせていただいたんですけど、もう16歳だけど、まあ、10年以上の芸能歴がある、はい、もうちょっとこうベテランでもあったんですけど、はい、でも16歳のこの今からこう少女から大人になるっていう思春期特有のこう魅力もあって、うん、でまあちょっとネタバレになるからそれ以降はちょっと言えないんですけど妊娠した姿もちょっと見れるわけですよね。はいはい、なんかいろんな彼女のその変化っていうのは、うん、まあこの作品の魅力でもあって、でまあタイトルのシンデレラがある、ね、シンデレラっていうのは魔法で変身して、で王子様に見出される。まあちょっと他力本願なちょっとこう古い女性像なんですね。それがもうまた違ったこう形で表現されてるんで、そこはちょっと見てほしいなと思います。で、それをこの作品を見終わった後に、まあ、劇場を後にした後に、今まで見てきた日常とはちょっと違った世界になってるんじゃないかなと思うんで、まあちょっとぜひ劇場で見ていただけたらと思います。おそらくこのイレさんって多分これからいろんな作品に出てくる子なんだろうなと思うんですけど、はい、まあ一人の女優の成長がたった60分の中なんですけど、十分描かれてたと思いますし、この作品は筒井真理子さん出てるんですが、彼女の最後のセリフが全て物語っているっていうことだけはちょっと期待してみんな 見に来ていただくと、監督の言いたかったことは全部分かってもらえるんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい、はい、ということで今日はですね、映画シンデレラガールの、緒方貴臣監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。は
いということで、ちょっと私興奮気味で喋ってるんですけど、はい、いや本当にですね、主演のイレイ・ヒメナさんっていうんですけどね、彼女の演技も素晴らしかったし、まずその義足の人の生活描写っていうのものすごいきっちりと再現されていて、歩き方とかでも一見すると確かに普通に歩いてるように見えるんだけど、よくよく見るとほんの少しちょっとね、バランスが違うなっていうのが分かるんですよ。だからそこのところがあそこまで表現するんだって。でそれで最後に僕16歳、撮影当時16歳でしたって聞いて、マジっすかみたいなすげえなこの子ってちょっとびっくりしましたね、はい、という感じの、シンデレラガールで、ございました。はい、では、先にまずはね、はい、はい、行きましょうか。はい、それでは、このプレゼンありかなしか判定。インタビューの中でも言ってましたけど、周りの人が彼女のその義足っていう状態を、その腫れ物触るようにっていう感じにどうしてもなってしまうんですよね。でだからそれが 彼女の行動を阻害してたり、だから、それこそそのモデルとしてあるいはタレントとしてなんか仕事を受けるときに、最初は義足じゃないみたいな、義足を隠してくださいみたいな感じなんですよね、マネージャーさんが。でところが、そのあるその技師、その義足を作るそのところが、ファッショナブルな義足を作って個性の一つとして皆さんに楽しんでほしいっていう、そういう作るメーカーさんのところにちょっと話を聞きに行ってから、じゃあやっぱり義足を前出していこうよっていうふうに話がやっと変わってくるんですよ、うん、で、まあ、最終的にその流れが彼女を救うっていう話になるんですけど、だからこの辺もね、もう見ていただくとなるほどなっていうところではあるんですけど、監督はとにかく、この作品でなんていうの、見終わった後に涙を流すとか、なんか感動しましたみたいな感じには全くしたくなかったらしくて、ただ映像はすごく綺麗で、その狙いは鮮明に見えてくる。で2時間とかじゃないんですよ、1時間なんです、ほんまに。だから全く問題なく見終わった、あーそっかなるほどね、これ言いたかったのねっていう風に言える感じにはなってますね、はい。最後のですね、筒井真理子さんの、セリフがあるんですよ。一番最後のこの作品での一番最後のセリフが筒井真理子さんなんですけど、彼女のこのセリフがこの作品の全てを言い表してる、セリフになるんですよね。なのでまあぜひこのセリフを、まあ、最後に聞いていただいて、あ、なるほどなっていうふうに思っていただけたらなというふうに思ってます、はい。でこの作品がですね、12月1日からアップリンク今日で、12月2日から土曜日から、扇町キネマを、元町映画館にて公開という形になります、うん。で舞台挨拶なんですけども、舞台挨拶がですね、12月2日土曜日、扇町キネマと元町映画館で、12月3日がですね、扇町キネマと、アップリンク京都で、まあ、それぞれですね、主演の、伊礼姫奈さんと、うん、尾形監督の、舞台挨拶という形になってますので、まあ、多分伊礼さんはですね、これからいろんな作品に登場してくる女優さんになると思いますので、はい、これ撮影当時で16歳ですからね、注目の女優さんだと思いますので、ぜひ、まあ、会いに行っていただければなと思いますし、あとこの実はですね、この、シンデレラガールのオーディションをやった時に、そのオーディションを実はドキュメンタリーで撮ってたというやつがありまして、これがまたですね、12月2日土曜日より扇町キネマで、私が私である場所という、作品という形でですね、公開されますんで、こちらも合わせて見ていただくと、あ、なるほどなっていうふうにより思っていただけるような形になってると思いますんで、ぜひ合わせてご覧いただきたいと思います。はい、ということで今日はですね、映画シンデレラガールの、尾形監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、それでは次、あゆみ。はーい。次の情報です。11月
28から29、30にかけて、先週ねお知らせしました着ぐるみグレードの上映となります。はい、お時間が19時スタートになっておりまして、3日間のみとなっております。料金1500円ですので、ぜひ皆様お越しください。アクション映画となっております。はい、30日にあ、そうです、30日にアフタートークはありますので、ぜひお越しくださいませ。はい、そして12月1日から11日にかけてさなぎの猫の上映になります。こちら野村雄二監督の作品となっておりまして、こちらもね、前回アフタートーク付きで、はい、全部の回にアフタートークがついております、はい、ぜひぜひ皆様お越しください。平日は19時30分からですね、土曜日日曜日は3回上映、13時16時19時の3回上映となります。5日の日だけはねちょっと違う作品の上映になりますのでご注意ください。はい、料金1500円プラスワンオーダー制となっております。はい、そしてその5日、12月5日の日が追加の上映で決まりました。はい、火曜日、ジョバドと箱の中の絆があと1日だけ追加されましたので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、はい、詳細はですねサイトの方に、詳しく載せておきますので、ぜひそちらの方をご確認ください。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ねえ、ねえ、はい、そうですね、また見たいっていう人がいたんですね。はい、はい、ぜひお越しください。はい、はい、そして、12月13から17日がファーストミッションです。はい、はやてさん監督のファーストミッションです。はい、そして、西北ショパンが、20日から25日クリスマスまでの上映になります。はい、こちらが料金1500円プラスワンオーダー制となっております。これもね全部アフタートークついておりますので、はいはい、結構本当に監督さんとか出演者の方にも来られて、交流ができますので、ぜひマテリアルにお越しくださいませ、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでよろしいですかね。はい、はい、いいですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ行きますよ、今日のグッチョイ。はい、はい、はい、こちらあらすじいきますね。はい、猫島として有名な佐渡島の、さなぎ島に、瀬戸内海の、さなぎ島にやすしという一見ぶっきらぼうな男が暮らしていた。ある時、やすしはびしょ濡れで島を徘徊する花子と名乗る女と出会い、海に落としてなくしてしまったカバンを探してほしいと頼まれる。その時ちょうど帰省中だったヤスシの幼馴染であるチカとその夫のキヨシは、偶然にも浜辺で不思議な丸いカプセル型のカバンを発見するのだが、その中身はありえないほどの大量の鉄玉だった。彼の子の存在は徐々に彼らの生活を狂わせ始める。過去未来そして今を描く切なくて美しいさなぎ島 SF ヒューマンコメディSF 入んのね。SF ヒューマンコメディですね。うんうん、なるほど、なるほど。はい、そう、カバン、なんか、カプセル型のカバン。はい。はい、そうです。そこに札束が入ってる。開けるていうか、もう何でもできる。うん、へぇー。何でも作れますよ。なるほど。何でも作れるから札束ができてるんだ。うん、そうそう。なるほど。宇宙人はお金がいるから、なるほど。札束を作ってる。はいはい。うん、ね、やっぱり人やつね、欲が出てくるの。うん、まあまあまあね。そっからどうするかな。ああ、なるほど。どうするかっていうお話。野村さんそういう話好きかな。うん、うん、お金とか欲とかね、そういうところにね、はい、はい。でも本当にね、これね、はい、あの島で撮ってるみたいで、はいはいはい、島で撮ってます。はい、めちゃくちゃ映像が綺麗ですよ。なるほどなるほど。これあれなんですよね、撮影監督もね、あの竹の子さんもね、あのふるさと。そうね、はい、本当にあの猫がいっぱいいるらしくて、島民より猫も多いんちゃうかって話があるらしいです。猫だらけの島で、うん、はい、ね、また猫も出てくる。猫いっぱい出てきます。はい、もう猫ファンも見たくなる。猫ショットがすごい。猫ショットがありますよ。お宝猫ショットがありますよ。ああ、いいっすね、いいっすね。はい、はい、はい。なので、ぜひぜひ、はい、みんな見てほしいです。うん、だからほら、このね、
ビジュアルね、フライヤーのビジュアルもめっちゃ綺麗やもんね。めっちゃ綺麗ですよね。うんねうん、海と空。そうですね。瀬戸内海、瀬戸内プロです。で、この主演の方が、はい、カバのお父ちゃん役。うん、あ、お父ちゃんってあの、ゆうこのね。ゆうこのお父ちゃんの。あの、女くれの。はい。そうですはいされてるんで、本人も飲んだくれらしいです。あ、いやいや、あら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 、いやいや、違う違う、朝日奈さん、朝日奈さんが、主演されているので、ぜひね、もう流暢にその瀬戸内言葉喋られてるので、めっちゃ見応えありますよ。もう牛間の人かなって思います。そうなの。まあカバでもね、あのめっちゃあの西成のおちゃんの感じでね、本当に演じてらっしゃいましたから。はい、さなぎの猫、ね、はいはい、猫がいっぱい出てきます、SF ヒューマンコメディ、はいはい、そんなカプセルあったら見ないとどうすんねや、どうします、どうするの、どうするでもお金かな、まあ、金すいません、俺も金って思いました金でいいでしょ、お金があれば全部 ね、うん、何でも買えるし ね、うんいやでもさ、ほら、このカプセルに入るだけしか無理でしょ、うん、結構でかいですよ、順番にちょっとずつ、あ、そう、順番にちょっとずつ毎日ね、もうね、やっぱりね、金です、はい、はい、という感じで、さなぎの猫で、はい、金ができたらいいなって思いながら見ていただければ、はい、ですね、これ欲しいな、これ欲しいな、はい、欲しいなと思って、はい、はい、ということで、今日のゲーイでした。はい、ということで、エンディングに来ましたけども、はい、そうなんですよ、今日は11月の25日ですから、はい、皆さん分かってますよね、もういいです、もういいですから、あの新間宮行ってください、西成行ってください、はい、あの今日と明日とやってますので、はい、25日当日これを見てらっしゃる方はもう早く、行ってください。9時半ぐらいまでやってますから、あの最後の回がだから8時ぐらいから始まる感じですかね、なので間に合えばぜひ来ていただきたいですし、その後打ち上げがあるんですよね。そうです、そうです、ね、はい、なので、打ち上げパーティーやりますから、これ一般の方参加できますので、参加可能です、もう、ね、監督とかね、出演者の方も来られてる中で一緒に、お話ししながらですね、はい、あれどうやったんですか、これどうやったんですかみたいな話もできますから、ぜひぜひお越しいただいて、多分ね、会費が2500円から3000ぐらいのはずです、はい、5000円とかそんなことは言いませんので、はい、はい、3000までで飲み放題食べ放題になってますので、ぜひお越しいただいて一緒にね、盛り上がっていきたいなと思っております、はい、ということで、今日は、ドラゴン映画祭特集です、あ、違うか違うそれ先週、はい、今日は、シンデレラガールを説明しつつ、さなぎの猫も、説明しつつ、ドラゴン映画祭来てくださいという日でした、はい、ということで今日はこれで終わります、ありがとうございました、はい、さよなら。